お世話になっております相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。今回はですね、2つの裏技を駆使した最新のメタモン厳選について解説させていただきたいと思います。最近ですね、裏技が、劇的な裏技がちょっと開拓されてると思うんですが、その裏技を使ったやつをね紹介していきたいと思います。ということで、基本は一緒ですね、やり方は。ですがちょこまかと違うところがあるという感じなんで、ご紹介していきたいと思います。とりあえずね、メタモンの基本としては、まずここのアズカリアの前からですね、ストーンズ原野の方に行きます。まあ別にここからじゃなくてもいいんですが、そのメタモンがいるようなところ巣に行きたいと思います。まずはこのアズカリアから出て、最初のこの巣があるんですが、こっちの奥ですね、ここの奥のところでメタモンが厳選できるということですので、メタモンが出てくるということですので、ここでまずは戦っていくということを目指していきますと。でこれまず何をすればいいかと言いますと、まずはですね、ここで太い紫の柱を出していきます。これは基本一緒です。なのでこの紫の太い柱をどうやって出せばいいかと言いますと、それはですね、私の他の動画でも上げてるんですが、ここで改めて簡単に解説させていただきたいと思います。詳しいことはそちらで書いてますので、そちらをご覧くださいという感じで概要欄に貼っておきますんでね。でまずはレポート書きましょう。レポート書いて、それで願いの塊を持ってきてください。願いの塊をここに入れます。まずは投げ込みますかと聞かれまして、でレポートに記録しますかと言われますので、ここではいを押した瞬間にホームボタンを押しましょう。はいを押した瞬間にホームボタンを押して、それでここからですね、まだこれレポート書かれてない状態になってるんですが、ここからですね、どんな光の色が出るかということを確認していきます。そのためにはホームボタンを連打していきます。でそれで、何回も連打して、光を確認します。光の色を、柱の光の色、今は赤でしたので、これは違うという感じですので、これをリセットしていきます。でリセットしてどうなるかっていうと、また願いの塊を入れる前の状態に戻っていくわけです。つまりそのポケモンの巣の前で最初にレポート書いたじゃないですか、そこの部分に戻っていくって感じになります。つまりどうするかっていうと、また願いの塊を入れてレポートを書く前に、光の色を確認して消すっていう感じですね。それをやっていきたいと思います。これを何回もやっていきます。願いの塊を投げ込みますで、はいを押して、レポート記録しますかって言われたら、そこではいを押した瞬間にホームボタン押して、それで何回もこれで連打して、ホームボタンを連打してですね、光の色を確認していくって感じですね。これを紫の色が出るまでやるっていう感じですね。紫色が出るまでやるって感じなんで、赤だったんでもう一回やりますっていう感じでやっていきましょう。あ、出ましたね。これで紫色のやつが出ましたので、この紫色のやつが出るまでね、やるっていう感じになります。で紫色のやつが出たら、見てみましょうか。で何が出てくるかということを見ていきます。ここで、メタモンの四つ星が出たら、これはとりあえずやらないっていう感じですね。戦わないっていう感じです。なぜならば五つ星の方が、その V の確率が高くなるから、つまり高校対地のもの、である確率が高くなるからですね。なのでこれは、四つ星のやつと戦いたくないわけなんですよ。どうすればいいかというと、まずはここでみんなで挑戦をしていきます。もう2つ目の、もう1つのね、裏技を使っていくわけです。それどうするかというと、ホームボタンを押して、設定からですね、ここから、本体で日付と時刻を変更します。でこれ1日ずらします。1日だけずらして、それですね、もう一回戻って、それで、この状態からやめるを押します。やめるを押しますと、なんとここで、ワットも復活するんですね。ワットが復活して、さらにポケモンを入れ替わるって感じですね。先ほど四つ星ですが、でしたが三つ星になってるという感じですので、またみんなで挑戦をやります。でそれで、ここからホームボタンを押して、設定からですね、また日を変えて、五つ星が出るまで、またこれもまあリセマラみたいなもんですね。実際リセットはしないですけど、リセマラみたいなもんでして、これをやっていきます。何回もそれでやめるをやって、またポケモンを入れ替えていきます。これで5が出るまでやっていきましょうということでやっていきます。 OK、 これで出てくるかな。出てこい。あ、出てきましたね。でそしたら、これとりあえず、これどういうことかと言いますと、またここでちょっと一回セーブした方がいいですよ。セーブしましょう、ここで。なぜならば、これちょっと難しい話なんですが、ちょっと長くなると思うんですが、ここで例えばメタモンと戦うじゃないですか。メタモンと戦って、じゃあまあそれ捕まえましたと。でそれで 6V だったらもうその時点で終わりですよね。まあ 6V ゲットしたいんだでしたらね、 6V 出たらそこで終わりなんですけど、もし出なかった場合どうなるかと言いますと、今ここでレポート書いたんで、もう一回この紫の光の柱が出る、ところからできるんですね。つまりこの状態から始められるんで、また5つ星のこいつと戦えるわけです。ただここで問題なのが1つあって、これ私何回もやったんで分かるんですけども、何回も検証したんでね、分かるんですけど、おそらくですね、同じ個体なんですよ。
どういうことかというと、今ここで戦いますよね、メタモンとこの5つ星と。そしたらこいつと戦ってまた出てくるのは同じメタモンなんですよね、リセットしても。ここでだからランダムで設定されないっていうわけです。なのでここでレポート書いたので絶対5つ星のやつが出てくるってことなんで、ここで必ずレポート書いておく必要があるんですね。だからさっき先ほどのその光が出てきたじゃないですか、光が出てきた状態で、レポートしたまんまでリセットしますと、また一番最初に出てきた4つ星のやつから出てくるんですよね。その順番も一緒なんですよ、入れ替わる順番。だから4つ星の最初出てきましたよね、それで次3つ星のやつ出てきて、その次5つ星のやつ出てきましたよね。この順番のサイクルがずっと一緒なんですよね、どうやら私の検証したところによると。なのでこの5つ星が出たら5つ星のところでまずはセーブをします。意味わかりますかね。つまりまあ5つ星のやつが出てきたらここでセーブをして、でそれ戦いますよね。戦ってそれ手に入れて違うなと思ったらまたここにリセットで戻ってきます。そしたらまた同じ答えが出てきます。でどうすればいいかっつったら、またこれでみんなの挑戦で答えを変えていく必要があるってことですね、リセットした時に。だからここで変えて、それでもう一回ね5つ星が出るまでやっていくってことですね。それがすごいポイントでございまして、ずっとここで5つ星の前でね、レポート書いてそれもう一回5つ星のやつ戦ってもおそらくね一緒の答えなんで意味ないんですよね。なのでここでもう一回、入れ替えてる、もう一回5つ星のやつが出るまでやるってことですね。これを意味わかりましたかね。ちょっとわかんなかったらコメントいただければと思うんですけど、これをだから何回もやってまた5つ星のやつが出るまで、やり続けるって感じですね。だからこれ非常にめんどくさいです。ただ普通にやるよりは何倍も効率がいいと思いまして、私はこれでやっていきたいと思っております。でこれでやめるという感じでやって、また5つ星出るまでやりましょうという感じですね。でここで5つ星出るかな、5つ星出ました。これは先ほどの5つ星とおそらく違う答えになってます。ですので、もしね先ほどの一番最初に出た5つ星と戦った後にリセットしてまたここからやりたい方は、ここでこの答えを変えた状態でレポートしなきゃいけないんですね。だからちょっとここはちょっとポイントですね。かなり意味わかりましたかね。これでちょっと私としてもちょっと説明できてる自信がないので、もしあれだったらわかんなかったらコメントいただいてそれに回答していきたいと思います。まああくまでもこれは私のね仮説でございますので、完璧に検証し尽くしたわけではないので、そこはご了承ください。おそらくこれでできるんじゃないかなと思っております。実際私ここで検証していきますので、ここからですね何分でその 6V のポケモンが手に入るかちょっとやっていきたいと思います。ただこれ一発目で手に入っちゃったら全然検証にならないんですけど、まあとりあえずやっていきたいと思います。レッツゴーという感じで、ここから今タイマー押しましたんで、ここでね測ってやっていきたいと思います。いきなりみんなで挑戦やっちゃってましたけど、ミスりましたけど、これで何分で手に入るかやっていきたいと思います。はいはい、ここで投げていきまして捕まえていきましょう。これでいきなり来たら嬉しいんだけどな。はい、ゲットしたので、ポケモンの強さをね、見ていきましょうということで、どんな感じかな。メタモンは最高最高最高、まあ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 ということで、6V ではないですね、4V。とりあえず1時間31分今経っておりますが、5V のメタモンようやく出てきましたね。でもあんま出ないんですね、やっぱり。やっぱり相当確率低いみたいで、まあ、とりあえず 5V は出たということで、6V 出るまで引き続きやっていきたいと思います。ラーブ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 。はい、開始から約4時間ぐらい経っておりますが、ようやくね、また 5V のやつは出てきました。もう結構やってるんですが、やはり 6V ってのはなかなか出ないですね。なかなか難しそうなんですが、また引き続きね、やっていきたいと思います。頑張っていきましょう。好きな季節は短いもので、また 5V 来ましたね。ただ 5V は来るけど、3体今んとこ揃ってますけど、やはり 6V まだなかなかいかないという感じでございます。今はもう多分5時間ぐらい経ってますかね、やってから。ですがまだ捕まらない状態なんで、もう少しやっていきたいと思います。さあ、持たない女の子、その黒髪
ムラシロ湖へ行く死の向こう。はい、ということで20時間以上ね取り組まさせていただきました。時間としましてはこれを撮影したね、前日の夕方5時から、朝の、4時ぐらいまで、まあもちろん休憩挟みますよ、それプラス次の日の、朝11時から夜の11時半ぐらいまで、取り組みまして、もちろん休憩休んでるんで、まあ合計で20時間以上は最低やってると思うんですが、そんぐらいやってね、6V は結局手に入りませんでした。ごめんなさい。これでちょっとね、初め 6V 手に入れるまでやるっていう感じのニュアンスで言ったと思うんですが、ちょっとさすがに心折れました。もう動画投稿もできなくなっちゃうんで、今回はねここで終わりにしたいと思います。あの2つの裏技駆使してめっちゃうまくね効率よくできるかと思ったんですけど、効率いいはいいと思うんですけど、他の方法よりはね。ただそれはやっぱりね 6V は難しそうですね。結果としましては、具体的な、結果としましてはこんな感じですね。全部これ、捕まえたやつは、出てるわけじゃありません。この中で 5V ぐらいしか私は残してないので、4V のやつとかは普通に切ってね、ゲットしてないことにして、それでリセットしてしまったので、 5V だけは確実にゲットしといたんで、その結果だけお見せしますと、5V これですね。まずこのメタモンとこのメタモンだから1、2で、こいつは、5V じゃないか、こいつ 5V、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 で 5V、5V、5V、5V みたいな感じですね。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12っていう感じで、だから20時間でまあこんぐらいなんで、約だから2時間に1回は 5V が手に入るって感じですね。で 6V は手に入らないという感じの結果でございました。ちなみにですが、ワット数が尋常じゃなくなっております。今現在ワット数どんぐらいになってるかと言いますと、ちょっと1個取ってみましょうか。お見せしたいんですが、これワット数もついでに稼げるんで、ワットどうなってかと言いますと、もうやばいことになってます。めちゃめちゃやばいことになってまして、見せますと、121万4014、今これで121万4214ってなりました。こんな感じでございまして、もういかついことになってます。それだけ何回もやったってことですね。数としてはもう何回やったか分かんないです。まあですが、一応ね、でもね、2つの裏技を駆使することで5つ星のね、そのメタモンとは、確実に、そのリセマラすれば対戦できるということで、効率としてはねめちゃめちゃいいと思うんですよ。ただ 6V が手に入るかどうかってのは完全なる運次第なので、非常に難しいこととなっております。私はねちょっと 6V の厳選を舐めてましたね。完全に、完全にいけると思ってまして、やるできる捕まえるまでやるぞと思ってたんですけど、全然無理でした。ごめんなさいそこは。ただ、先ほどのね、冒頭で説明させていただいた2つの裏技を駆使すればなかなか早くできるんじゃないかなとは思っておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではね、今回は、申し訳ない形になりましたが、20時間以上取り組ませていただいたので、これにて終了させていただきたいと思います。もう疲れたので今日は軍内させていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。